結びをいたします。ここからずーっとこう持ってきましたら、はい、このようにこう端をこう丸く回すように持ってきまして、ここで表面に折ります。折った帯をここに乗せて、これ巻き畳という形になります。それをスーッと離しまして、はい、これをこう横にしてみます。これだいたい手幅2つぐらいの幅を取りましたら、はい、半分にこのように一度折ります。折ったのをこのようにこう指二節ぐらいでこう開きまして、はい、ここで一度つかみます。はい、二節でつかんで、この端をこのように表面にこうつけるようにします。そうするとここにこう丸みのついた、はい、こういうひだができます。これは今作った長さよりも少し右の方短めにします。だいたい3分の1ぐらいの大きさに作りまして、これを1本目にこのように入れます。入れた時はこう背中にピタッとつける。でこのゴムというのはここに置いたままの状態に挟んで、これ浮かせるのではなくてそこに固定させるためのものですので、ゴムをいろんなところに引っ張ってって使うものではありませんので、元に戻すという感覚をしていただきたいと思います。はい、ここのところも、はい、同じひだを、はい、ここにこのように持ってきましたら、はい、このまま、はい、これを2本目に はい、これで交差になります。これ押さえてる紐がすごくこう緩みがちになることがありますので、その時はここでこういうふうに 2,3 回くるんで、こうくるくるにして細さを出して、ここで強さを作ります。はい、こちらももしそれが必要であれば、こんな風にこうねじった形でここに強さを出します。はい、今こんな感じになってますので、こういう緩みは出来上がった状態で長さが欲しい時に少し引くとか、そういうことになります。で背中にきちっとつけて、こういう風に浮かしたい時には交差したこの2本のゴムを上に上げて背中を手前に引きますと、はい、こういう丸さができます。ここが羽がきちっと沿わさるということの使い方です。だからこのゴム30紐の使い方というのは、ただ入れればなるっていうものではなくて、そこに形を収めるというか、ゴムのところにきちんと収めるというのが目的になります。はい、今ここで残りの羽を、はい、このようにきれいにこう広げましたら、一度ここでこう上にくるんで上げてみます。で羽の長さを確かめます。これ結構今長めですので、少し文庫の形を作りたいと思います。はい、ここで中心を引きまして、はい、ここにクリップを留めておきます。このように上げますので、今留めました中心のこの下の方を、はい、だいたい5センチぐらいの幅で、はい、ここに真ん中を留めます。はい、そうしますとこの幅になりますので、この幅を、はい、ここで小さなクリップで、はい、ここ、はい、こちらの方も、はい、このような感じで、はい、少し、止めておきます。はい、このように止めましたら、
はい、この帯の中心を、はい、まず半分にここの幅を作りましたら、はい、ここで上は1枚で、はい、下の方は2枚のままこのように上に重ねます。はい、こんな感じ作りましたら、はい、この2回目に留めた2本目の羽のすぐ下を、はい、ここで中央に寄せて、はい、上端きれいにします。はい、次に下の方も、はい、この折った延長線そのままにずーっとこちらの方も中を折って、はい、2枚になったところに重ねまして、はい、ここでしっかりと引きます。はい、これで同じ長さになりましたので、はい、この端ここでつかみまして、2本目に入れたこの紐に、はい、これは際までしっかりとこのように入れます。はい、入れましたらここに必ずこういうタブ付きができますので、そこをちょっと押さえるように、はい、斜めに持っていくときはこれ平らにします。はい、たつけてからこれを下ろしまして、この羽の上にこれを引いて、はい、ここふっつけてこれが上に上がります。はい、次こちらの方も、はい、際から伸ばしまして、はい、まあ、こちらの方も同じように、はい、折った延長線をきちっと際まで折りまして、はい、それをここの中央に、はい、つけまして、はい、こんな形になりますので、はい、こことここきれいに、はい、こんな感じ作りまして、はい、1本目のこの留めたこのゴムを伸ばして入れましたら、必ずこれ元に戻します。で、羽を背中につけたこの羽がこう剥がれる場合があるんですね。その時は、羽のすぐ後ろのこの部分を緩めないと全部こうひっくり返りますので、反対側をきつめに引いて、この羽の後ろをこのようにこうゆるゆるにしますと、はい、この羽が落ちることなくこう上がるんですね。ですから、この羽のゴムの使い方というのは、ただ入れればいいというものではなくて、背中に羽をこうふっつけたいときは緩めです。落としたいときは割ときつめにするときちんと折りますので、はい、今のような感じができましたら、はい、この羽を上にこう上げまして、はい、作ったこの羽を下げるようにします。で、今両方同じように作っても必ずなかなかこう同じにきちっとは いかないことがありますので、はい、そういう時はここでこういうふうに長さが違う場合はこの上端だけをキューッとこう引きます。はい、そうしますと、この時は下を引かない。この表面の方だけを引きますと、はい、簡単に、はい、長さの調整ができますので、はい、ここで、はい、羽の長さをきちんと揃えましたら、はい、この端を必ずこう上にきちっとつけて、次の羽も、はい、ここに、はい、中央にきちっとつけて、同じ方向にこう収めます。はい、これができましたら、はい、こんな感じになってますので、先ほど言いましたこの交差の上に枕というのはここに乗るんですね。で、あの交差に乗せてくださいという説明をしますと、この交差にこう乗せてしまうんですね。もう言葉の、なんていうの、解釈の仕方で、ここに乗せますっていうと上に乗せちゃう。
上に乗せますというとかぶせてしまうので、これは上に乗せますったらここに乗せて、この羽がこう持ち上がる、これが上に乗せるということです。で、交差をするということも結ぶことも同じことが言えますので、交差の上に乗せるっていうのはこう上に上げるという意味ですので、その辺をちょっと間違えますと帯は絶対に背中につきませんので、必ずこの下の方にこう先ほど作った山が下にあるということを覚えていただきたいと思います。で、交差をした時のすっごくこう大事なことは、ここで枕を押さえてこの手先をキュッと引いていただくと、ここがしっかり枕の下に入りますので、この枕が緩むということは全くないんですね。これ緩ませようと思ってもこう緩むものではありませんので、枕が背中につかないでカバカバするっていう視聴者様声が聞くんですけれども、それは多分これがきちっと上がってないということで動くんだと思います。はい、そんなことで、はい、ここでこの羽を下にこのようにこう下ろしまして、はい、この羽もここにかぶせまして、はい、この羽だけがこう背中につきます。はい、そうしましたらこの手先の方を3本目に入れますので、はい、この3本目の紐を横から取ってきまして、ここにちょっと挟んでおきますとこうすぐ取れやすいので、はい、ここでこの先をこのように48センチぐらいにこう手先に柄が長い場合は結構自由に形ができますので、はい、この真半分に折りましたら、はい、ここで3枚の輪を作りまして、はい、こんな感じで、で幅1つ半ぐらいを同じ幅に、はい、このように折り込みます。はい、そうしましたら、はい、折ったところに、はい、クリップを入れましたら、これを、はい、ここでずっと入れ込みます。で、今ここでこれをくるりっと巻こうと思いますので、これはこうきますと裏が出る場合がありますので、ここで3枚に重ねたひだを下の方、下になってるひだからこのようにこうずらしまして、はい、これをこうきちっと背中につけます。で、ゴムをできるだけ持ち上げるのではなくて、一度こう、はい、背中にきちっとつけまして、ここでこの羽がどのぐらいの大きさになるかここで確かめるんですね。で、ここは帯幅の中心ぐらいまで柄止まりがあればいいので、これ結構自由にこう使える長さがあります。で、ここでこれを少しずつ、はい、ずらしていきまして、はい、一度ここで折ってから、はい、ゴムを、はい、上に持ち上げて、ここずらさずに持ち上げて、これを上に上げます。そうしましたら出来上がってからここで長さを調整しますと、ゴムはその位置から動きませんので、このゴムがこうなんかカパカパしてしまうっていう声が聞きますけれども、背中につけたゴムはできるだけその位置から動かさないで、はい、そこに、はい、羽を収めるという考え方をしていただきたいと思います。そのゴムだからどこに引っ張ってでも形ができるっていうふうに思われてしまいますと形が全部崩れますので、はい、この表面を合わせてから
はい、少しずつこう後ろの方のこの羽の長さをこのように調整していきます。はい、そうしましたらここで真半分のまま真ん中にこうタックができますので、はい、このままで4枚きれいに重ねまして、はい、帯幅の中心に、でもしこれがすごく厚みがあってうまくいかない場合は、はい、ここに1枚の中に入れ込みまして、まずはじめに帯幅の中心の長さをここで決めます。それでこの余った部分を枕の上までこう持っていくか、もしくはこの長い部分を枕の下でこのように畳み込んで、はい、枕の下に入れて、はい、これで、はい、土台にするという考え方をします。でたくさんここ中身がすごく余った場合は、少し正面を広げますと、はい、簡単にここ折りたたんで隠すことが自由になりますので、2回でも3回でも畳みまして、はい、これで枕の下に、はい、入れ込んで、はい、前で結びます。はい、これで中心の羽を上の方だけ、はい、このように、はい、真ん中に持ってきまして、はい、引きますと、はい、形が、はい、出来上がりますので、はい、こちらは同じようにこう広げたいと思いますので、はい、こちらを同じように下げまして、はい、ここちょっと斜めにして、はい、ここに扇を、はい、広げた感じを重ねたいと思います。はい、この時1枚だけを中央に寄せて、はい、長さの調整をいたします。はい、ここにもしこうシワが寄りましたら、はい、この中心にこう指を入れて少し浮かせます。浮かせてこう指をしっかり入れて左右に指を流しますと、はい、シワはきれいに、はい、伸びますので、はい、こんな感じでゴムは体から離さない、あった場所で動かさないっていう感覚を持たれると、この入れたこれがこうなんか動くっていうか、背中からゴムが見えるっていう視聴者様の質問がありましたので、背中につけた部分からゴムを動かさないっていう感覚を持ちますと、ゴムが見えるということはありませんので、それを気をつけていただくと大丈夫と思います。はい、これで終わります。